はい、クラチャンネルです。今日は久々の八坂ダム。おはい、クラチャンネルです。今日は久々の八坂ダム。何笑ってんの釣れるのでしょうか。スタート。カバーどうなってんのかな。カバープランク。全然カバーじゃねえよ。めっちゃしょぼいよ。いいんだよ。これ引っかかりゃせんのよ。このブレイク下の方がいそうだけど。あ、バス発見。本当だ。リプライスワンナイト。食わせよう。動くなよ。動くんじゃないぞ。どこ行った？食うやろ。うわ、無視された。うわ、超無視された。なめんなよ。うわ、しかもちょっと浮くし、こいつ。うわ、感じ悪っ。こっち近寄ってきたし。うわ、感じ悪っ、ほんと。うわ、ちょっと軽く挨拶して行きやがった。うわ、最悪じゃん。もう進行方向に投げて待つ。これだよ。結局食べちゃうんだよ。結局はね。完全に見られてる。結局食べちゃうっていうね。あれも、あれ、切り株？あ、これ上、右上、あ、こう見て。枝の上に切り株がある。ほんまじゃ。どういう現象だ。ここまで水位がいったんじゃない の？あの去年の豪雨の時じゃないの。そっか、そこにあるの。じゃないの。すごいね。なんだよ、食べねえのかよ。もう今この辺だろ。ブラインドなら食うじゃねえ。これ食ったんじゃないの。ほら食ったよ。わからん、それは知らん。はいはい。バスだよね。多分。え、全然見えんけど。あ、でもそんな悪くないよ。わわわわ、元気いいな。40アップじゃないのこれ。ないかな。3パチかこれ。3パチか。ほい、いい魚だ。つるっつったでしょ。ほら、ほいほい、ほら40アップじゃん。ほら、あら、うん、ありがとう。サンキュー。進行方向に投げたら結局食っちゃうんだよね。
でした。はい、今日は終了これで。俺の仕事は終わったぞ。なんか俺が先に着くんじゃないか。まあそういうことよ。そういうこと。結局そういうことですよ。本気を出したらこういうことって。まあいつもまあ釣らしてあげてるっていう。ラインがこんなんなる。八坂名物。汚いけど、これ手洗っても汚いもんね。そこがもう困ったもん、ね。全然釣れる気がしない。ああ、そうだろう、そうだろう。うん。何のイメージもわかんない。そうだろう、そうだろう。これ追い打ちをかけるようにもう一本釣ると優位に勝てる。今日の試合は勝ったも当然。日々戦いですよ。今日は正式なクラチャンネルってこと。結構書かれるけんね。結構書かれてる。当たった。当たった。あ、もうだね。うわ、今当たったけど、当たったけどちっちゃいんかな。絶対当たった。間違いない。違った。いや、当たったような気がしたけど違うんかな。ほら、もう くそ、取ってやる、絶対に。絶対に取ってやる。怒ったぞ。バイトと間違えるじゃないか。こんな長いのやっとった。しかも振ってんだよ。よし、回収した。ついてなかった。切れたんかもしれん。もしかしたらもう釣らんとやばいんじゃないの。釣れる気しない。やっぱりダウンショットにしようかな。テックスゴール SS。
チョッポ投げます。チョッポ90。また見ようかな。アンパンは食べるけどアンマンは食べないんだよね、うん、なんだろうな。冬になってもアンマン食いてえなとは思わんもん。肉まん食いてえなとは思う、うん。外れないよね、なんかね、タイム、なんかリズムがずっと崩れる、うん、何してる。まあそういうことそういうこと一匹釣れてる余裕出た。出た。そこで。ダメ、ちょっとだ。めっちゃ綺麗よこの魚。すっげえ綺麗な。初釣られ。わからん。すっごい綺麗なよ。初めてワーム食べましたって感じ。ほい。だって傷一つない。これがワームって言うんですね。ごめんなさい。この辺にブレークがなかったっけ。違ったっけ。この辺か。当たった。当たってる。こまそう。ああ。聞くけどちっちゃい。間違いなく。大きくはならん。振りまくって。初めて釣られました場所じゃないの。いやちっこいけどありがとう。
あら、いいじゃん。